はい、石田さんこんばんは今日はですね、藍津若松市北藍津町小松というあたりに来ておりますえー、と個人の方のお宅に今日お話を伺う方のお宅にお邪魔しているんですから、えー、私の目線からは青々とした緑が綺麗に見えるんですそして夕日が差し込んできてちょうどいい時間になってきましたでもちょっとまだ暑いかなといった藍津若松市ですさあ、今日の未来マップチャレンジャー 実はですねイタリア・ミラノでミラノ国際博覧会が開かれているんですがその博覧会において7月11日のジャパンデーというのが設けられていますこのジャパンデーというのは148カ国その3カ国をお祝いする日ということなんだそうなんですけれどもそこにおいてこのジャパンデー東北復興祭りパレード in ミラノ万博 復興支援への感謝と東北の元気を届けます。ということでなんと東北の6県からのお祭り代表するお祭りが出ていきますそしてさらにはこの福島県から郡山市のうねめ祭いわき市のジャンガラ念仏踊り二本松市の小畑の畑祭りそして今日お話を伺う会津若松彼岸寺市。 こちらの方々がミラーノにもう間もなく出発されるということでお話を伺います。えー、今日のミライマップチャレンジャーは小松寺史保存会会長の鈴木敏恵さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。鈴木さんとは二年ぶりの再会でございます。おかわりなく。え、おかげさまで。<laughs> はい。さてまずあのご存知の方も多いと思いますが、この小松寺史どういった歴史がありますか。はい。えー、約三百六十年。 の歴史を持っておりますで、えー、毎年ですね春のお彼岸に、えー、ご先祖の供養それから五穀豊穣家内安全そういったものを祈りながら各家を回っておりますそうなんですよねもともとはお彼岸に披露されていたものですけれどもでもこれだけ全国の方にクローズアップされることになりましたそのきっかけははい。えー私が思う にはですね、やはりあの先人が、えー、会津の歴史の中で大きな貢献をしたということがですね、多分きっかけになってるかなというふうに思ってます、うん、やはりあの思う方もいらっしゃると思います、歴史上の人物に名を残すような、そういった働きをしたのがこの小松寺市ということですよねそうでですす、えー、戦争の折にですね。うん あの山川大蔵という若い家老がですね城に戻るその時にもうすでに敵に包囲されてたえそこをどういうふうにして突破して入城するかという時に考えたのが会津の小松の獅子舞を先頭にして入ればですねあのうまくいくかなということでそれがうまくいってですね一平も失わずに入城できたというのが会津の歴史の まあ事実としてて今も残っいるわけですね、はい、何かこの会津の人たちの人柄それから心持ちそういったものが見えるような気がしますけれどもさてこの小松地市たくさんの方にご覧いただいてますけれども震災後いろんなところでお披露目をされたそうですねはい、えー、震災以降ですねやはりあの復興イベントとかあとはまあ放射能汚染で大変皆さん 苦労しているわけですが、うん、その払拭のためのイベントとかですねそういったものには、まあ、できるだけあの積極的に参加させていただく、うん、またあの前向きに取り組んでいきたいというふうに思っていたものですから、うん、まあそういったことを中心にやってきましたそんな中で、えー、守り続けていく伝統これが大変かと思うんですがそうですね本来私たちはですねこの 古き良きものと言われる会津の民族芸能として獅子舞があるわけですが、うん、これを少しでも確実な形で公正に残していくという責任があるわけですよね、うん、まあ先人がこれだけ努力をして今まで残してくれたわけですからその対策の一つと言いますかね、はい、あの例えば地元にございます川波小学校という、はい。 小学校に行ってですね授業の中で、えー、小松の獅子舞を教えて子どもたちにやってもらっているというようなこともあります将来大きくなった時に、えー、小松の獅子舞をやってくれる後継者になってくれればいいなということで今取り組んでいますそうやって小さい子どもさんたちが取り組んでくれるこの先も安泰だななんて思ってしまうことも思います、うん。そうですねあの まあ期待は大きいんですけれども、まあそれよりもまず子どもたちが踊ってる姿を我々が見ると、はい、まあ感動しますよね。<ー>うん、まずそれが最初ですね。<ー>はい。さて7月11日ジャパンデーに向けてミラノに出発します。どんな思いを持ってイタリアに行かれますか。えー、喜びと不安と複雑ですね。はい。<laughs> はい、でも。 この日本を合図を誇るミラン、えー、小松寺市ですから、そういった意味では胸を張って皆さんでお出かけいただきたいと思います。ありがとうございます。あの確かにですね、このようにしてあのご指名をいただくというのは大変ありがたいまた誇りに思うことですから、まあ我々とすればめいっぱい一生懸命ですね、うん、その福島県の代表さらには。えー 日本の代表というようなことで、はいえー、頑張っていきたいなと、はい、まああの誇りに、えー、なって言いますかね、あの恥じないようなそういう芸をしていきたいというふうに思ってます。会津、はいはいはい、の三つ青いを持ってイタリアミナラへ。ええー、ご出発はいつでしたっけ？ええと、7月の8日出発です、はい。素敵なミラノの日になるといいですね。はい。 あのそうなるように努力していきます今日お話を伺ったのは、えー、小松寺市保存会会長の鈴木敏映さんでしたありがとうございましたありがとうございました、はい、石田さんこちらからは以上です、はい、ありがとうございます鈴木さんじゃあチーム行ていただいて手、はい、振ってください <laughs>